恐竜の方のジャンクスタイルです。今回もね、シュライヒのティラノサウルスなんですけど、これティラノサウルスブルーってなってるんですよね。青ティラノみたいな。ただね、どう見てもブルーじゃねえよなっていうか、あの以前紹介したシュライヒのティラノサウルスと同じ金型って言っていいのかな、なんですけど、すごい色なんですよね。3色トリコロールって言っていいのかな、白っていうか、まあグレーと青と赤っすね。まあ見たらわかるんですけど、これ青と言っちゃっていいのかなっていう感じなんですけど、で水玉模様までついてるんですよね。これ一番の問題作なんじゃないかなと思うんですけどね。細部は一緒ですね。口の開閉アクションがあって、ここ私の好きなここ白い品と、あとね、いいところもあって、ここグレー部分って、ここ体の下半分がグレーなんで、こう墨入れもしてあるんですよね。結構リアルなんですよ。あ、こんなリアルだったんだみたいなね、シュライヒのティラノサウルス。あとただペイントはすごいね。水玉も結構適当もう実際ほら恐竜見た人いないからさ、どんな風になってんのかってわかんないけどさ、どうもあれですよね。最近の研究で、あの化石から大体の色が分かってきたかな、どうかなっていう感じなんですけど、こんな色じゃなかったと思うけど、まあそれは分かんないですからね。こんな感じ。目はね、結構いい感じに塗ってありますね、黄色で。で、手足はね、あの前紹介した2つは黄色っぽい色だったんですけど、今回グレーになってて、すごいでしょ。境目、靴下履いてるみたいになってますからね。結構内側塗られてないというこの適当さでもこれはこれでね、ちょっと癖になる色ですね。一応限定品のようですよ。今まで紹介したシュライヒのね、ティラノサウルス並べてみたんですけど、まあこれとこれ同じ色なんですけど、あのこれ昔のバージョンでちょっと色が薄いよっていうやつなんですけど、まあこの緑と、あ、ギリ赤まで分かんなくないけど、これすごいですよね。ね、これこんな風にディスプレイしてても絶対浮くでしょ、明らかに。ただね、子供向けっていうか、どうなんでしょうね、子供でも引いちゃうんじゃないですかね。海外のセンスだよね、やっぱこの辺のね、リアル感がいいのと、緑のね、なんだこのここわざとらしい頭の部分がね、なんでこんな王冠にしちゃったかなって感じなんです。これ昔のやつ、勝手に口が開くんですよね。まあ、こんな感じで揃えてる人がどれだけいるのかわかんないですけど、まあ、恐怖のね、空張り商法なんですけど、同じキャストでね、まだあるんでね、あのまた紹介したいと思います。シュライヒのティラノサウルス結構出てるよね、あの現行版でね。すごいっすよね。もうちょっとね、かっこいいやつもね、あるんでね、どんどん紹介していきますんで、よかったらね、見てやってください。じゃあ今回は以上ですね。ここまで見ていただいてありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。